It's time to say goodbye to hold music and say hello to fast customer support with Service Cloud. With trusted AI and data working together, you can skip long wait times and deliver efficient, personalized service right away, all while keeping support costs low and more customers happy. Reimagine your customer support with the number one AI CRM for service. Learn what's possible at salesforce.com/products/service。毎週水曜日のこの時間は山根さゆきのブラッシュアップです。さあ山根さん、今日は、まあ、WBC で盛り上がってる日本ですが、はい、うん、野球に関するお話ですね。はい、もう今日は私も田畑さんも水木さんも皆さんも野球で頭いっぱいなんじゃないかなと思って、もう野球以外のネタは考えられないということで、はい、この3月にオープンしました、北海道日本ハムファイターズの新球場エスコンフィールド北海道の経済的な側面についてお話ししたいと思います。これはもう完成する前からもう注目されていた球場でしたけども ね、 ね、はい、ボールパーク構想って言ってですね、ものすごい話題でしたし、まあ、なんたって WBC で大活躍している大谷選手とダルビッシュ選手と、うんね、2人とも日ハムの出身ですし、です、ね、栗山監督もいますし、なんて日ハム熱いの、我らがホークスに近藤選手も来てくれるし、ということで、でしょ、私昨日はもう散々 WBC で盛り上がった後エスコンフィールド北海道の動画見まくりましたよ、うん、あもうここでホークスとハムの試合見たいって思いました、ね、もうね、国内初の屋根付き天然芝のグラウンドですね、うん、はい、外野側の壁面はね、あの今 WBC やってるあのマイアミのローンデポパークと同じガラス張りです、うん、外が見える、外からも中が見える、それからまあ球場内にホテルがあってですね、はい、ディズニーリゾートみたいな感じで、うん、部屋から中が見えたの球場がですね見下ろせたりとか、クラフトビール飲めるテラスがあったりとか、まあ盛りだくさんなんですよ。なんかワクワクしますね、まあ、うん、ワクワクします。エスコンフィールド北海道って名前なんですけど、うん、田畑さん、エスコンフィールドってなんだかわかります？え、もうちょっと待ってよ。札幌のエスと、キツネのコンコンみたいな。ねえ、私もね、なんだかさっぱりわかんなかったんですけど、でももう我々の中にはエスコンフィールド北海道、だいぶ定着してますよね。うん、これね、ネーミングライツなんですよ。あ、そうなんだ。はい、なんと東証一部上場の不動産会社日本エスコンっていう会社がですね、はい、2020年の1月になんとオープン3年前に命名権取ったんですよ。しかもね、うん、まあやっぱりこのボールパーク何もかも桁違いで、ネーミングライツ50億円程度って言われてます。はあ、はい、国内で今までネーミングライツ最高額って日産スタジアムの4億7千万円だったんですけれども、これを上回る単年度ですね。1年単位にしたら、この日産スタジオも超える金額になるみたいです。はあ、はい、でもね、もうエスコンフィールドでだいぶ名前浸透してますからね、日本エスコン、なかなかこれはいい買い物だったんじゃないでしょうか。うん、でですね、総工費600億円です。うん、これはかなり大きい金額なんですけれども、実はペイペイドーム760億円でもっと高いんですよね。ペイペイは、バブル真っ只中の1993年に建ててますんで、まあ、ちょっと単純比較できないんですが、日本で一番高い建設費がかかっているペイペイドームに匹敵するお金をかけて、日本ハムはこれを作りました。はい。そして場所。北広島市というですね、場所にあるんですね。札幌駅と新千歳空港のちょうど真ん中ぐらいにあるんですよ。電車で20分ぐらいですね。そこからバスで5分なんですけど、2027年にはなんと北海道ボールパーク駅っていう新しい駅を、この北広島市が市のお金で作ります。うん、球団は一切お金出さなくていいってことですか？はい、そうです。球団は、このボールパークを作るお金は球団が全部出すんですけれども、うん、周りの周辺のインフラ整備については、北広島市が、我らがやりますと。地域への経済効果はすごいものがありますから、ということで、作ってくれることになっています。十分回収できるってことですよね。そう、実際ですね、まあ、税収かなり増えそうで、これで、10年ぐらいで回収できるだろうっていう試算があるんですよね。おいおい。はい。じゃあちょっとここで経済効果見ていきたいと思います。はい。前にパンダの話をした時に経済効果の話したの覚えてますか？覚えてますね。はい。シャンシャン1匹300億円。うん。ですね、こういう何かがあった時の経済効果って、うん、もうこの関西大学の宮本先生っていうもう超有名な経済
福岡先生がいてですね、はい、今回もちゃんとボールパークもすぐ出してます、経済効果。何でもすぐ経済効果けん、あの、計算してくださるんですけど、ええ、建設投資と開業後10年間の消費支出、これで経済効果、なんと6788億円って算出されてます。え、もう一回言って、6788億円ですよ。うわすごいですね、これ。ボールパーク、すごい。めちゃんこ金動きますよ、これ。はい。じゃあ、どんな効果があるのかっていうとですよ。まず、これね、ボールパークっていうところがポイントなんですよ。ほう。で、まあ、野球って、球場にいくら人が入るかっていうのがポイントなんですよね。ホークスとかの場合だったら、売り上げが320億円なんですけど、半分が野球やってる日に、チケットだったりとか、飲食だったり、物販で稼いでるお金。はい、残り半分は、それこそ丸太ラーメンポールみたいな、球場内にたくさんかかってる看板、社名の看板だったりとか、ああいう広告宣伝費が半分って。はい、そういう、内訳なんですけれども、これをボールパークっていうことにして、今回エスコンフィールドは球場の周りにホテルだったり、マンションだったり、高齢者住宅だったり、グランピングできるところだったり、レストランだったり、いろんな商業施設をね、作ってるんですよ。で、年間来場者数300万人って見込んでるんですけれども、野球見に来る人は3分の2の200万人。残り100万人は野球は見に来ないでボールパークに遊びに来る人たちっていう見込みなんですよね。で、これはなかなかなるほどなと思うところがあるんですけど、野球って、野球をやっている競技人口が、とにかく日本では歴史的に多いんですよ。まあ、WBC の盛り上がりを見ても、野球って国民的スポーツなんだなって再認識するとこじゃないですか。そうですね。それってやっぱり子供時代に野球やってきた人がめちゃくちゃ多い。ところが、日本は今人口が減っていて、野球をやっている人は人口減少のペースよりもさらに早いペースで減ってるんですよね。で、2010年ぐらいからどんどん減ってるって言われています。で、日本ハムは、このボールパークを作るにあたって、これからこの野球人口を増やして野球界を盛り上げていこうっていう作戦はもうダメなんだと。だから野球にはあんまり興味がないかもしれないライトユーザーをいかに野球場の近くに来てもらえるようにするかっていうところが、球場のビジネスの大きなポイントなんですって説明してるんですね。なるほどね。だからお買い物しに来たり遊びに来たついでにガラス張りのところから野球が見えるみたいな。で、ちょっと面白いなと思ってくれたらすごく嬉しいし、そうじゃなくてもここに来るだけでなんかワクワクするねっていう場所を作って盛り上げていこうっていうのが、ボールパーク構想なんですよね。なので、経済効果は、そのホークスのペーペードームのようなですね、チケット販売だったり広告だけっていうわけじゃなくて、まず、ここに住む人が増えます。人口がですね、マンションとか1000戸住宅増えるっていうことになってまして、それだけで2000人以上の住民が増えるでしょう。そして北広島市の周辺にも人がたくさん移住してきたりするでしょう。それによって、まあ、その人たちが物を買ったりするわけですから、相当な経済効果があります。これ1500億円ぐらい見込まれてます。それから、その野球を見に来る人と、それ以外の人たちの、さっきのですね、商業施設とかいろんなもので使うお金がどんどん増えていくはず。それから、球場の建設費以外にも、周辺の住宅とか商業施設の建設費、それから、球場運営だけじゃなくて、周りのいろんな施設が今後ビジネスをしていくことによる経済効果も見込めます。合わせると、6800億円までいくと。しかもこれ、北広島市かなり税収も増えそうなんですよ。まず人口が増えるので、住民税がですね、増えたりですとか、固定資産税、これ、球場だけじゃなくて、ホテルとかマンションとかいろんなものが建つので、固定資産税が増えます、まあ、北海道も同様ですね、だからインフラ整備に、まあ、200億円ぐらいを拠出するんですけど、回収できそうだねっていう話なんですよ。そしてもう一つ、やっぱ見逃せないっていうか、日本ハムにとって最大の目的は何だったんだろうと思ったときに、はい、までの札幌ドームの球場使用料は、ハムの球団経営にとって重すぎた。これは本当にそうだと思います。やっぱりホークスが球団経営非常にうまくいっていると言われるのは、売れるものはすべて売る。そのもう、ね、ファールポール1本まで売るわけですよね。ペーペードーム行ったら、球場のシートにも、黒猫ヤマトのシートとか、山や明太子ボックスとか、みずほプレミアムとか、シートも全部いろんなスポンサーがついてますよね。ああいうことを日ハムは一切できなかったんです、札幌ドームに。しかも札幌ドームに年間20億円のお金払ってました。
ほとんど選手の年俸と同じぐらいのお金を札幌ドームに払ってきたんですよ。ね、こう大谷やダルビッシュをものすごく若いうちにメジャーに拠出して、うん、移籍金として一番多くのお金をもらえるときにハムは拠出して、放出してきたって言われるわけですけれども、うん、それもやっぱりこの苦しい懐事情とビジネスっていう兼ね合いの中だったんだろうなって思うんですよね、うん、そう、これが自分たちの自前の球場に変わっていって、広告収入であったり、いろんな工夫をして、飲食も含めて盛り上げてお金を稼いでいくと、これは球場がね、球団が儲かっていくってことは、年俸にも反映させることができますから、うん、もしかすると、またすごく強い選手たちをハムが育成して、どんどん手強い球団になっていく可能性もあるなというふうに思います。いやー、今年は開幕がエスコンフィールドは1日早く開幕するっていうことでね、はい、またさらに注目度も ね、うん、高まります。3月30日ですからね、今年は絶対行きます、ね、フォークスの試合見に。またさ、ド派手な演出、開幕の演出を考えてるんじゃないかなと思って、新庄監督がどういうふうなことをやるのかもちょっと注目したいなと思います。山根さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、WBC 見ます、ゆっくり見てください。日経エネルギーネクスト編集長の山根紗友紀さんでした。プロデューサーは幸三郎、ディレクターはボン、 AD はマイルス。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です。聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなる、そんなワンダフルな毎日を過ごしませんか。山口玲香のドッグモーニング、ぜひ聞いてくださいね。